闇を一言で表現するなら金だな、金言えないね。いやいや全然ね、そのうち言いたい。じゃあこれとか、うん、取材とかでアルバムのタイミングでは言いたいけど、うん、まあ裏切りというのはねありますからね。これはなんか信頼してる人が実は嘘ついてたとか往々にしてあるけど、まあ、この音楽業界特に多いっていうじゃない。俺も雑誌でしか読んだことないけど、うん、まあかの有名なエレファントカシマシがね、うん、マネージャーさんかなんかがディレクターかなんかが金全部持って逃げたみたいな、うん、まあ矢沢永吉もしかり、うん、そうじゃないですか、うん、まあ少額ではありますがね、うん、自分らもね、そういうトピックがあるバンドになったなってその瞬間は思ったけど、うん、全部が小物なんだよね。取られてる側も取ってる側も。いやでもねマジ大変だった。金の大変だった、ね、その、まあ、当時一緒にねまだこうソニーと一緒にやる前だったから、うん、今の事務所に入る前でその一応マネージャーとして据えてた、うん、まあ自分たちより年下のやつに、うん、まあ、おって言うんですけど、うん、まあ、そのってやつが、うん、まあ、金を全部盗んで逃げちゃって、うん、逃げたというか、まあ、バレて俺らに金を盗んでるっていうのが、うんうん、それが発覚した時はね結構ねおおマジかって感じだった、うん、で最後まで結構信じたくないのよねそういう時って、うん、いや絶対やってないやってないとか言いながら、うん、やってないよなとか言いながら、うん、でも俺はあれでも絶対やってるよな、うん、どうしようと思って、でもこいつらになんかそれ言うのもなんか自分の心が汚れてるみたいでなんか言いづらくて、で酔っ払ってる時にねえねえあいつさ金盗んでんじゃねえかなって言ったら全員盗んでるに決まってるし自分たちでやっぱもう一回4人でがっつり一個の方向に向かってやろうっていう感じにまとまってで初めてラッシュボールに出るの、うん、そこがね激アツポイントなんだけどね、うん、もちろんそれが発覚して、うん、そのもう数日後に関西で何本かライブがあって、うん、じゃあもう1週間ずっと関西に滞在しようぜみたいな、うん、マネージャーもそれでいなくなっちゃったからメンバーと、うん、あとビデオも撮ろうっつってたから、うん、カメラマンいつも入ってもらって戻ってやつと、うん、もう何人かで、うん、行ってこうずっと生活を共にするわけ1週間、うん、でその中で多分その金を信頼してたやつに裏切られたっていうのはそれぞれ多分あって、うん、そこのモヤモヤはそれぞれ多分あって、うん、で大阪に行って大阪の友達と飲んで話聞いてもらったりとかいろいろしつつ、で最後ラッシュボールの時にラッシュボールで俺らあのドラゴンアッシュが大好きでめちゃくちゃ、うん、みんな超好きで、うん、それでドラゴンアッシュと初めて同じあのそのイベントに出れるっていうので、うん、めちゃくちゃ緊張してて、うん、ただこれやっぱ好きすぎてちょっと話しかけるのとか無理ってなって、うん、この年長組は、うん、でも直之は、うん、先飲んで酔っ払っちゃって、うん、そのノリで行っちゃったのあれ KJ に行っちゃった話しかけに行っちゃって行ったんすよ、速攻で、うん、そうマジすげえと思ったけど、でちょっと KJ さんもこうライブ前とか分かんないけど初めて会うそんな酔っ払いの、うん、小物にあったから、うん、多分それないがしろにはしてないけど、うん、なんかああみたいなので多分終わったっぽくて、うん、で俺その印象に天童寺になると嫌だったから、うん、で直行がそれ戻ってきた後に、うん、あの直ちゃんあのノリでちょっと刑事からびっくりやめてくれっていう話をしたら、うん、バーって泣き出してこいつがはぁとか言ってめちゃくちゃ泣き出してあこいつもストレス溜まってたからって言ってだって俺今日誕生日だもん本当に誕生日ですっていう激アツエピソードはあったね。あやばかった。あれでなんでもあの期間で本当ねそのでもいろいろそれぞれ感じたんだね。あれで1曲目にねドラゴンアッシュがね日はまた登り繰り返すをやった時にねマジでねあれは来たね。俺たちのためにやってくれてると思ったもんね。4人バラバラで見てて、そうそうそう。でライブ終わった。ライブ終わってまた裏に集まった時に、ナウキが泥だらけだった。受けたな。どうした？最前で見たらこんなになっちゃった。二度と最前行かねえ。あの旅行楽しかったな。ぶち上がったやっぱ。いやもう。
担ぐ役になっちゃってダイバーそう出てたんだけどね自分もラッシュボール一応出演してたのに最前でダイバー担いでて俺がダイブしたわけじゃなくて20人はあげました20人はあげた20人はあげたすげえじゃんドラム叩いて30分ドラム叩いた後でペンドウジの夢ってペンドウジの夢、うん、ペンドウジの夢、うん、爆売れ遊び放題自分のなんていうかナオとかそのケンジの自分の曲に関してはどう？俺は今シングルで出てるファイヤーボールっていうのが入って、うん、であと1曲だけ、うん、モンスターで作ってるんだけどそれとかはねもう実は2018年ぐらいからある曲で、もうずっとこういうのツインボーカルのナオと俺で2人で歌う曲にしたんだけどずっとこうしたいっていうのが全然ハマんなくて、今回やっと片寄さんとか今のチームで撮れたって感じの曲だからよかった、うん、撮れてって感じ、うん、じゃあ結構あれなのナオも昔からある曲いやどうだろうねどの最近じゃない割となんか割と最近かなバーって作るから俺、まあ、ずっと、うん、作ってんだけど飽きちゃうからね、うん、昔の曲結構、うん